疲れ様です。お疲れ。お、今日来たか。来ました。何を撮ろう今日は。てかあれですね、前のフェラギさんのあの休日のやつ、あれなんかめっちゃ伸びてません？あれ伸びとったな。俺朝あれ昨日だったもんだよ、朝見ただけだね。今で8万ぐらいですね。あ、そんなにいった？はい。どれぐらいの人ばっかりだったの？そうです。で今これ何を塗ってるんですか？ウッドデッキの手すりね。床は塗らんもんで。あ、こっちは塗らないですか？床は塗らん、持ち上げで。ウッドデッキだけの依頼なんですか？あ、そうそう、もともと外壁やったんだけど。あ、そうなんですね。そう、はいはいはい、ウッドデッキつけるって言っとったんだけど、はい、で、だから取り置いててって言って置いてたんだけど、自分で塗るでって言っとったんだ、はい、やっぱ塗ってほしいなっていうふうになったんだ、はいはいはい、塗り替え道場ってそういう依頼も受け取るんですね。受け取る。初めて知りましたけど。なんか違うんですか、その外壁塗るのとウッドデッキの塗るのって。塗るのは一緒だけど、はい、塗り方はやっぱ違うかな。あ、そうなんですか、うん、何がどう違うんですか。まあ本当はこれはもう普通のペンキとかあるんけど、はい、デッキは材料が違うんだ。あ、そうなんですか。防腐剤ってあの臭いのに。本当はここもそうなんだけど、はい、あの潰してくれって言ったもんで、はい、色に塗ってくれ。本当は塗らんけど、本当できる。ああ、そう。うん、まあ好みだね。塗料が違うんですね、まず。塗料違う。道具とかもじゃ違うんですか。道具は一緒だよ。あ、道具一緒なんですか。道具は全部一緒だもんね。ただ、刃物も一緒だけど。はい。細けい仕事だもんで。はい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 。時間かかるんだよ。ああ、やっぱそうなんですか。時間かかるんだから。難しいんですか。難しいよ。どういう風に難しい。この辺、あの塗りつぶしは簡単だけど。はい。多分塗ってください。はい。上は難しいよ。上塗りがってことですか。あ、元上塗り2回なんだ。はい。これはなんかやり方間違えるとムラになるよ。あ、そうなんですか。じゃあのつながりが分かる、ジョイントっていうのは。へえ、完全素人の僕から見たらなんか全然外壁と一緒で。分かるでしょ、ジョイント出てるじゃん。これお客さん塗ったんだけど、どうやつとかムラになってる。どうですか。あ、はい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 、こういうやつ。あ、が出ちゃうんですか。出る。うまくムラなってね。じゃあ DIY とかで DIY でやる人おるけど、はい、まあ気にせん人はいいかもしれんけど、はい、これなんかもう一気に塗っちゃうみたいな感じなんですよね。一気に塗っちゃうみたいな。あの早いもんで吸い込むもんで。あ、やっぱ木だとまた違うんですか。木だと違う。だって塗ったらもうすぐケツをボテるの。ちょこ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 やって塗ってっとると、はい、もう乾いてきとるで吸っちゃって、そこが無駄になるんだ。すごい。だからこれ2本多分一緒に塗ってったな。2本塗ってったらアウト。なんでダメなんですか。1本ずつな。1本塗って次ここ塗って、でこっちに来る頃にはもう乾いとるで。レイヤーでやる人はまあそこ気をつけた方がいいかな。結構目立ちますよね。目立つよ。素人でその DIY やる人も一回やっぱ下塗りは入れた方がいいんですか。入れた方がいいよさ。それやらないとどうなるんですか。これなんと普通のピンキは塗れんぞ。あ、そう。5回も6回も塗らなあかんぞ。あ、そうなんですか。吸っちゃって。はいはいはい。あ、じゃあこのなんかコーティング的な意味で。そう、このコーティングなんだ。今白いの塗ってるってことですか。へえ。え、塗っとって楽しいぞ。あ、そうなんですか。楽しいよ。これ見て仕上がりよ。これでもいいんじゃねえかって思います。思います。どう。はい。でもお客さんに言うかな。マジですか。確かに普通に綺麗ですもんね。いや、これでも乾くと違うんですか。あ、結構見た感じ綺麗ですけど。あ、乾くと違うよ。あ、そうなんですか。乾くと違う。僕もう全然なんか素人で分かんないんですけど、下塗り用の塗料があるんですか。あ、そうそうそう、木部用のね。あ、そうなんですか。専用の。あ、じゃあ DIY やる人とかはもうそれやった方がいいよ。絶対買った方がいいんですね。買った方がいい。それから高いぞ。あ、高いんですか。高いぞ。これマジすると思う。マジですか。うん。そんなするんですか。そうするで。へえ。あ、プロくせんじゃかへんぞ。ホームセンターに行っとるような。あんなはあんなじゃダメなんですね。ダメダメダメ。あれやるんだったらもう5回も6回も塗る覚悟。それが楽しいでいいやっていう人はいいかもしれない。でも5回も6回もやってたらやっぱ汚くなっちゃうんですよね。あ、5回も6回も塗ったら多分収まる。あ、そうなんですか。収まる。へえ。吸い込みがなくなってくるね。なんかいいですよ、このだんだんいいだろうこれ。白くなってく感じみたいな。俺カラフルにするんだって。カラフルにするんですか。もう勝手に勝手に俺好みだよ。まず全然この家と合わないですね、カラフルだった。あ、なんでこんな風にしてくれたんだっていう風になるでよ。社長もお客さんもいますよ。
社長もお客さんもいますよ。あ、だろ、いや、俺に任したで、感じだよ。何でもいいよって言ったらもうアウトだよ。アウトですか。怒られたら飛びます。怒られたら飛ぶじゃない。いや、気持ちいいですね、この色がついてくる。いいだろ、色がついてくる。はい、これでいいんじゃない。画面越し見るとめちゃくちゃ綺麗なんですよ。でもやっぱ肉眼で見るとちょっと、肉眼で見るとちゃうだろう。はい、まさか今後 俺頻繁に出るんじゃねえだろうな。もうテラギさんしか出てくる人いないですね。んテラギさんしか。いや、テラギさん結構人気ありますもんね、普通に。あの、ああいう格好するでだろう。あれ多分俺しかできんで。そうですね、あれ俺しかできんで。買ったんですよね、ああいう、あの目のお目みたいな。おお。気合の入り方が違うそうね。もっとエグいの持っとるで俺。マジですか。もっとエグいの持ってる。あれどこ、あれ捕まるだろうっていうやつもあるで。どこで買うんですかそれ。んどこで買ってるんですか。昔はネットなかったもんね。あの売っとるとこあったわ、ドンキっぽいような。ドンキじゃないけど、そういうのとこあったんだわ。わざわざ買ってたんですか。わざわざ。あの昔、あの石橋が、誰ですか。あの石橋貴明って俺。ああ、はいはい、トンネルズ。木梨の、はい、トンネルズのあれ、もじもじくんがあったわよ。はいはいはい、あれも持ってたんだけど、いつ買ったっけな、10代に買ったっけな。結構持ってたんだけど。何の用途で買ったんですか。用途を表すんだね。あれで釣れんち行くんだって。どうですか。お、来たぞーって言って。あ、釣れん。何時間越しとされて。あれで行く、あれもでも釣られちまったんだわ、おかんによ。はい。それで、あの外歩くもんで、お前捨てたって。マジですか。マジだ。お前その格好で外出るなよって。どういう生活を送ってきたんですか。おかんに怒られる。だからもう捨てられたから、もうねえで。やばくないですか。取るわけでもなくですよね。取るわけでもなく。その当時。あ、そう、その当時なんで。俺らはその当時なんで、携帯にカメラついてないよ。あ、マジですか。ついてない。携帯はあったけど、カメラないんだ、カメラ機能。もうただ笑わすためだけに。お前それで来たんかい。まあ家近いんだな。ぶっ飛んどるだろ。ぶっ飛んでますね。俺それで酒行ったんだね。マジですか。ちょ、これや、これいけるでって。はい。もしもし君で。俺餌だって。なんすか。餌だって完全に俺。これでちょっと引っ掛けようぜって。引っかかるんですかそれ。どれくらいだったのその時。マジですか。何かの撮影かなって。まあまあまあ確かに。そんな格好しとるやん。うわ、気持ちいいですねでも。おお、いいなこれ。音がいいだろう。音がいいです。何も難しい。まずイメージだな。わーんって。はい。イメージ塗るんですか。そうそう、イメージ。あ、もうどこの現場でもですか。そう。へえ。ここの現場だとこれぐらいにすぐ上がる。どういう仕上がりになるのか。はい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 。あ、もう全部頭の中で一旦。そう描いてから塗るんですか。へえ、ミッチー君も言ってましたけど、うん、まあ、やっぱなんかとりあえず頭の中でそのなんか足場組んで組み立ててくるとか言ってましたね。やっぱみんなそうなんですね。これ例えば、うん、そのまあウッドデッキだけ組んでやって、もう何も道具がない状態で塗ろうと思うといくらぐらいかかるんですか。道具がない状態、道具も何も、あ、かけとか、はい、あ、いや、かかない、道具はあんまりかからない。あ、そうなんですか。何千円だわ、道具だけだったら。あ、もうハケとかローラー全部で何千円。はい。で、もう下塗り材が高いんですよね。あ、材料は高いよ。材料入れるんだと思ってるわ。前言っちゃうよ、何万と。下塗り材と上塗り、上塗りですか。なんか今回これ潰しとるもんで、はい、別なんだけど、普通のウッドデッキ塗るだけだったら、あの一貫でいいもんで。あ、そうなんですか。うん、その一貫だけんだわ。いくらぐらい。ん、5万ぐらいですか。あ、そんなにしていかんな。まあ4万近いって取ったよね。4万ぐらい。うわ、結構するんですね。やっぱいいっすね、なんか塗装ってなんか落ち着いて見れるんでいいっす、ね、塗装なくなってるのよ最近。塗装最後いつなんですかね。平さんの あの手抜きみたいなやつですかね多分。 あったな、あれあれ。 あれも塗ってないですもんね。でもあれも塗ってないんで、見て回っただけですね。でも何ヶ月ぶりですね。じゃあ動画こう塗るの。すごい意地悪です。すごい意地悪です。個性があっていいかもしれない。
クモなんて出た日には俺アウトだと。あ、虫嫌いなんですか。虫嫌いというかクモだけな。あ、クモが苦手なんですか。クモ出たらダメだと。ちょ、いいこと聞いちゃいました。おへへ、ダメだぞお前。クモと G だって。あー、G、 G はちょっと G たまに出るんだって。あ、塗っててですか。おお、マジですか。エアコンのカバー外すだろ。はい、はい、そしたらそこに G 折るときはあるし。はい、遭遇したらどうするんですか。あ、殺すんですか。殺すも逃がさんもうペンキ持っとるもんね、絶対。はい、バシータ塗った直後死なんでね。あ、マジですか。ま、歩いてくれね、まだ何歩か。綺麗に仕上げればいいじゃないですか。なんかちょっと小汚い茶色みたいな感じじゃないですか。おう、だって大概その色に塗ったんですか。綺麗に仕上げるんですか。じゃあ色のついた G が死んでたら寺井さんがやったってことですか。そう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 。雲たまに出るよ。雲多そうっすね。雲多いんだって。山ばっかあるところで。ああ、そういうことですか。出るんだって。しかもできる雲ばっかり出てさ。俺雲出たらもうね、今現場やらんでなって。現場選ぶときは気をつけろ。今現場あいつにやらすと飛ぶかもしれんでっていう。材料全部持って。あ、飛ぶかも。あれ振っちゃったんだろうって。寺木さんずっと一人ですもんね。ずっと一人俺は。嫌なんですか、誰かと一緒にやるっていうのは。いや、嫌じゃないよ。嫌じゃないけど、会うやつがいないだけ。そうなん、性格が合うやつが。技術だわこれ。まあそうっすよね、本当に。トビみたいに組んでバラして終わりじゃないもんで。はい、トビだったら誰でもいいよ、はい、誰と組んでもいいけど、はい、あの塗装とかシールとか防水とか、はい、技術だもんでさ。はい、やっぱあるわ。俺はこれでも OK だと思う。だけど俺はダメだっていう。あー、寺木さん塗装のどういうとこが好きなんですか。好きなやつ。好きなの。はい、お洋上だね。あ、よい、養生だ。養生が好きなんですか。養生好きだ。あ、なんか見せたいって言ってましたね、それは。養生が好きなんだけどね。なんで養生が好きなんですか。みんな嫌うだろう。俺養生好きなんだ、結構。え、それなんでなんですか。ん、みんな嫌うんだ。楽しいですか。楽しいよ、養生嫌いなって多いけど。はい、俺逆だって。何が楽しいですか、養生。バカにしちゃうだろ。いや、知らないです、知らない。見た感じすごい めんどくさそうだなと思って、養生ってすごい。あ、まあ、それはあるけど、どこまで綺麗に貼れるか。自分でね、大体養生に見ればよ、分かるね、職人の。そうなんですか。養生でまず分かるね。でも一番大事って言いますもんね、うん、やばいよ。何ですか。トリプルコンビもう なくなったか。あトリプルが。そうですね、最後の一人ですね、寺木さん。なんかそういう コメントなかったっけ。コメントありました、コメントありました。最後の一人ですね。一気に二人。はい、やばくねえか。やばいですね、ちょっと。あ、暴れないでください、お酒飲んで。酒飲まんつうの俺。さっきちょっと気になったんですけど、これ塗ったやつですよね。このこれ、これ俺じゃねえよ。 DIY で、うん、これ何で塗ってあるんですか。これこれ、あの防腐剤だわ。あ、そうなんですか。うん、それでこんな色出ちゃうんですね。ん、別で、俺だけ濃く塗ったんだわ。あ、そういうことか、うん、へえ。結構はっきりしてますもんね。はっきりしてる。まあ、気にならない人は気にならないよ。塗ってない。本当に濡れてないじゃん。あ、濡れてないです。くっついとったじゃん。ああ、そういうことですか。これ外すの、はいはい、外したら外しっぱなしだけどな。外れとったっすけどね。うわ、気持ちいいっすね、ここ。いいだろう。うわ、終わりました。よし。うわー、すごい、すごいな。そうだ、下塗りでもだいぶ綺麗ですね。お、下塗りだけでもだいぶ綺麗だろ。こういうのやっぱ終わってみると惚れ惚れしますから。そうですよね。自分作っちゃおうかな、自分で。でき完璧ですか。お、いい、下塗りだし完璧だ。じゃあ、締めか。はい、お願いします。今日は真面目動画だったでよ。超真面目でしたね。うん、真面目で、まあこの真面目動画が参考になるかわからんけどね。はい、まあ自分でやりたい人にとってはいいかもしれんね、これ。そうですよね、僕も全然知識ないんですけど、この下塗りから塗って大事なんだなって思いましたね。ウッドデッキぐらいだったら全然塗れますもんね。まあ、こういうでかいやつだったらあるだけか。はい、あのこちっちゃいウッドデッキぐらいだったら自分でやる人多いでしょ。はいはいはい。よし、まあ、こんなもんでいくか。まあ、次また撮るとき、また次来い。そう、僕渡したいものがあるんで。なんだ。ちょ、それまだ内緒っす。どう、今渡す。内緒っす、内緒っす。内緒か。はい、ちょ、渡したいものがあるんで。じゃあ、渡したいもんか。はい。なんか気になるな。やべえって、夜も眠れんかい。そう、あれっすよ、社長からの。社長から。社長からの、はい。社長か、はい、なんか怖えな。まあ、いいや。
はい、じゃあまた明日来ますね。あ、じゃあまた来いね。はい、じゃあまた次これ同じやつだけど、はい、同じ風に塗ってみたけど、また見たっていい。そうですね、また次の日会おう。